減税をやるべきだと、納税者の方々にありがとうございましたという意味も込めて、この物価高に乗り越えられるように1人当たり4万円程度を基準に減税をやってください。税制は与党が決めるんです。ぜひともやり抜いていきたいと思います。非課税のご家庭に対しては現金をお届けすべきである。子どもさんが多いとか一人親のご家庭とか、そういうところにもちゃんと現金が届くようにすべきである。ちゃんと公平に給付の手が行き届くようにぜひ頑張りたいと思います。これが続く状況であれば一回国民で終わりではならない。公明党は皆さんの声をしっかり受け止めた上で、皆さんが実感できるそういう経済、そういう家庭を作っていきますので、全力で頑張ります。